国道362号起点愛知県豊川市、万場町交差点国道362号は、愛知県豊川市から、静岡県静岡市青井区に至る、一般国道である。起点の豊川市から東に進み、浜松市北区の三日日地区付近では、浜名湖の北側を通行する。その後、国道152号との重複区間を経て、天竜区の春野地区や、 大井川上流部に位置する川根本町を経由し、終点の静岡市に至る路線である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。国道473号との重複区間浜松市、天竜区春野町、久原路線の大部分にあたる静岡県西部と中部の山間部は、いわゆる国道の一つに挙げられている。 静岡県浜松市から川根本町の区間は国道473号との重複区間でもある。浜松市天竜区春野町桁川根本町神奈川の国道区間は福音の狭い未改良区間が断続的にあり、年々わずかずつであるが改良工事が進められている。大井川に面してからは右岸を北上し、比較的道が広い。 先頭付近から再び山越えの区間となり、次第にアイロとなる。また、この区間の途中には、本川根静岡バイパスの一部となる未供用のトンネルがある。静岡市青井区の山岳区間は、センターラインがないヘアピンカーブが連続する急勾配の坂道となる。現在の法令に基づく、 道路勾配の上限は12%になっているが、国道362号では12%を超える15%勾配表示の道路標識が設置されているところもある。県境の弓張山地を貫く本坂トンネル西口、愛知県豊橋市豊川市から浜松市北区細江町、飢餓の区間は、江戸時代に姫街道と呼ばれていた。豊橋市すせに、 三河国主五代の三河西郷氏の一族が街道を抑えるため築城した月が谷城市がある。愛知県と静岡県の境である本坂峠の区間は弓張山地湖への愛路と本坂トンネルの2種類がある。静岡県浜松市北区三日日日町から天竜区二股町の区間は天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線とほぼ並行している。その後、 天竜川支流北側沿いに北上。静岡県灰原郡川根本町内では、大井川鉄道と並走する。川根茶の産地で知られる川根本町は、川根茶の産地として知られており、沿道は、天空の茶産地川根の看板が掲げられている。静岡市青井区広い戸からは、安倍川支流、藁品川に沿って、南下、福音が広くなる。鳩と地区を経て、 静岡の市街地に入る。ありがとうございます。